木版画に描かれたフェニアとメニア。画の右下隅に画家カールラーションの左下隅に木版画家ガンナー、フォッセルのサインが見える。フェニアとメニアは北欧神話に登場する巨人女性の名である。二人の物語は三文、エッダ第二部、四五法及び死のエッダの死の一辺、グロッティの歌に残されている。また、何変化の死に、 彼女らの名前を用いたケニングが見られる。日本語訳では次のような表記が見られる。フェニアの名は、国を除く女、粉引き、メニアの名は、女奴隷を意味している。死後法では次のような物語が語られている。体つきが大きく、力も強いフェニアと、メニアは、スウェーデンの王、フィオルニルが所有する、女奴隷であった。ある日、 フィオルニールと親しくしている、デンマーク王のフロージが二人の身柄を買った。さて、デンマークには、グロッティと呼ばれる二個の大きな石臼があった。人間の力はとても回せないものだったが、もし、それらの石臼を回したら、自分が願うどんなものも石臼に生み出させることができた。フロージは、フェニアと、メニ、ヤニイシ石臼の作業を義務付け、自分のために、黄金、平和、 幸福を引くよう命じた。さらに彼は、死を朗唱する間、または、格好の沈黙より長くは、フェニアとメニ、矢に休憩も睡眠も与えなかった。フェニアとメニアはこの死打ちへの復讐のために、グロッティの歌を歌い始めた。そして歌い終える前に、二人は、火曜ミューシングに引き入られる軍勢を引き出した。ミューシングは、夜の間に攻め込んできて、 フロージを殺した上、多くの略奪品とともに、フェニアとメニアを連れ出し、グロッティも持ち出して、自分の船に乗せた。それから、フェニアとメニ、アにグロッティから塩を引き出すように命じた。ミューシングは、再現なく塩を引かせたため、塩の重量によってついに船は、夜の海に沈んでいった。フェニアとメニアがどうなったかは語られない。 ジュリア・ゴダードによって描かれた、グロッティを回すフェニアとメニア。グロッティの歌では、未来が読めると言われるフェニアとメニアが、フロージのもとへ連れて来られ、イシュースを引く作業を命じられるところから始まる。他の奴隷が眠る夜も二人は、作業を続けるが、ついに呪いの歌を歌い始める。二人は、自分たちが、山の巨人の意地とアウルニル兄弟から生まれたこと、自分たちが、 山から巨石や巨岩を転げ落としたために、人間たちの前に今それがあること、スビージオーズでの戦争に参加して戦い、勝利をもたらしたことなどを延々と歌い、最後に力任せにシュースを引いて、これを破壊してしまった。黄金を表すケニングとして、死後方には詩人、古いビアルギが用いた、フェニアの雇われ仕事が、越えたの、 シグルズルの短い歌第52節には、メニアの財宝という表現がある。他に、シジミエナルスクーラソンの詩では、フェニアとメニアに対し、フロージの養子というケニングが用いられ、フロージの養子の種つまり、粉が黄金のケニングとして用いられている。ありがとうございます。